張り子、あるいは張り子とは、竹焼きなどで組んだ枠、または粘土で作った型に紙などを貼り付け、成形する造形技法の一つ。中空になっており、外観と比較して軽いものが大半を占める。張りぼてとも。張り子の技術は2世紀に中国に始まり、アジアやヨーロッパに伝わったと言われる。日本には平安時代頃には中国から伝来しており、産室に犬箱が飾られたことが知られている。日本全土に分布し、郷土玩具などに用いられている。寺に奉納された犬張り子ひょっとこ、おかめなどの綿民芸品の張り子製品は、型に和紙をのりで貼り乾燥させて作った立体的な芯を作り、この芯に胡粉ににかわを加えた塗料を塗り重ね、下地とし、さらに彩色を施す。芯の作り方には2通りある。木や焼き物で作った凸型に和紙を貼り重ね、乾燥後に小刀などで切り裂き型を外し、切り口をつなぎ合わせる方法と、粘土で作った原型を石膏などで型取りし、分割して作った大型に和紙を貼り込んで成形し、乾燥後に型から抜き、つなぎ合わせる方法である。張り子に用いられる紙は、こんくり紙と呼ばれ、日本の伝統製法では、張り子紙という名で知られる和紙を用いるのが一般的である。イタリアのベネツィアで作られるカーニバルの仮装用マスクの伝統製法も張り子である。粘土で作った原型を石膏で型取りした大型に紙を張り乾燥させ、下地として硬化速度の遅い石膏を使う。スペインのバレンシアで火祭りに使用される人形、ニノットはかつて張り子の工法で作られていた。18から19世紀にイギリスやフランスで盛んに作られた工芸品パピエマシェも張り子と訳されることがあるが、これは紙を溶かし粘土状にしたものを圧縮、乾燥させて成形、塗装したものである。ラテン系諸国で作られるヒガンテスとカベスドスはパピエマシェの工法で作られている。ありがとうございます。